今回ローラさんが目指すトータルコーディネートのイメージは、テーマはやっぱりちょっとレトロな感じ、色はなんか淡いベージュとか白系のものが好きだから、それにちょっと合わせてコーディネートいっぱいしたの、あの帽子使って。ポーズいっぱいあるな。ガイドとの待ち合わせ場所はサクレクール寺。目印のグレーヘアを探すと、なんかあそこになんか見えるグレーのものが見える。あ、ボンジュール。はい、こんにちは。どうも、こんにちは。はい、ようこそ。 OK、 ようこそローラさんが天然なので、今回のガイドは時間に厳しいタイプのフレッドさん。今からマレー地区で、ショッピングしましょう。オーケー、ね、マレー地区いっぱい買い物しよう。いっぱいお金持っていた。変なこと言っちゃった。よかった。その気になる予算は10万円。これで全身コーディネートしていただきます。早速1軒目、ここですよ。マネースです。わー、かわいいね。行きましょう。あ、絶対可愛いぞこれ。あー、ボンジュー。素敵。あ、ピンク可愛いね。フランスを代表するガーリーブランド、マヌーシュ。まずはこちらでトップスを購入です。おしゃれおしゃれ。え、これ普通に可愛いね。このフリルな感じと、ベースのあのベージュな感じ、あとこのリボンがちょっとおしゃれよ。可愛くて上品で、これ可愛い。ちょっと透けてる感じの素材とこの形と色、これいいな。ちょっと時間のことを考えてね。あ、OK。 ちょっと急いでください。あ、これかわいい。おー、ね、いいよね。かわいい形が。そういうのも使えそうだよね。ね、なんか合わせたらかわいい。そこすごい。これもキープしよう。はい。とりあえず選んだのは、じゃん、どう？こちらの3点。予算的に1つに絞らないといけません。うん、どうしようかな、迷う。春物のトップス、この中からローラさんが選んだのは、はい、あ、いいですね。あ、似合う。いい感じ。そう、似合う。これ可愛いよね。似合います、ぴったり。これいろいろ合わせるやるやつ、なんかベージュのこういうスカートとかさ、これは私服だからさ、いい感じですね。人気モデルローラの最新春物コーディネート。トップスは花柄のプリントとリボンがフレンチガーリーなノースリーブのブラウスに決定。まずは一品目をゲットして、残りの予算はこちら。続いては、パリで人気のアクセサリーショップ。わかりました。あの、乗り物に行きましょうね。乗り物、うん、乗り物で行くの。そうです。何で、その乗り物とは。もっと早く、もっと早く。今パリで人気のおしゃれなレンタルサイクル、ベリグ。環境に優しく渋滞とも無縁です。あ、いい感じ。いいね。と軽やかに移動して到着したのは、ね、ここのアクセサリーは最高ですよ。本当本当にプレフで、おしゃれです。